文化に触れる講座。お盆は海に入っちゃダメ。ちょっとだけ怖い話というふうに題をつけさせていただきましたけれども、多くお盆には、海には行くなとか、漁には出ないとか、海に入ることはなってはならないということを耳にしたり、またそれを守っている人もいるのではないかなと思います。海に限らず、 川であるとか湖、水に入ること自体がダメだと言ってですね、私はあの、ある生徒から、お風呂にもお盆の時には入らないというふうに聞いたことがあります。そのぐらいですね、なぜこのようにですね、海に入ってはいけないというのか、伝承の部分から少し探ってみたいと思います。えこの度も、 私、柴崎が務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。ここの絵にもありますよ。キュウリの馬とナスの牛を作って、お盆に先祖の霊を迎え、または送り出すという、そういう行事があるのは皆様、 結構白く知られてるのではないでしょうかキュウリの馬でどうぞ早く帰ってきてくださいまたナスの馬を作りゆっくりとお帰りくださいまあ、こういったことを言ったりいたしますねまあそこでも分かりますようにこう先祖が帰ってくるという風うなのがこれお盆でございましてそして えーまあ今年はちょっとコロナの騒ぎで盆踊りがあまりできる状況下にはないかもしれませんけれども、えー、盆踊りというのもです、ね、でもともとは先祖の霊を慰めるためにこう、ねえー、行われたというふうにも言われているわけでございます。まあ、そんなところから、まあ、お盆にどうしてこの海に入ってはいけない のかというのは、ですねこの先祖と過ごす時である、そしてですねむしろですね迎え入れられない、ですねそういうこう成仏していないとでも申しましょうか、そういうですね霊たちがですね、まあ、いわゆるこの海にですね人をですね引っ張り出すと、そんなようなことを言われたりなんかするんですね。 もともと台風であるとかです、ね、波がこう高くなるとです、ねまあ、土曜波というふうな言い方をするようでございますけれども漁師にはです、ね、恐れられているまた、お盆を過ぎますとです、ね、クラゲがたくさんこう発生するとです、ねまあ、こんなようなところもです、ね、もちろんあるかなというふうに思われるところでございますけれども実は、 これから少しお話をしようと思っていますが、日本の伝説の中にですね、船幽霊というんですね、まあ、あこれはですね、船幽霊が出るから、お盆には海に入ってはいけないというですね、この伝承がこう日本、あちこち各地でですね伝えられております。また私でですね実は千葉県の木更津市で えー、ある民族調査をしているときですね、ノペラボンにこの出くわしたことがございます。まあ、そんなような伝承がですね、お盆には実はあるわけでございまして、そのあたりのところをですね、触れてみたいと思っています。この船幽霊というお話でございますけれども、お盆の日にこの死んだ人の霊をお迎えする習わしとして、この迎えいを焚くということがございますが。 どうも、この日ですね。海で死んだ人の霊が船幽霊になって、船を沈める。なので、決して漁には出てはいけない。というですね、こういう伝承が広く伝えられております。尺で水を汲み入れて船を沈没させてしまう。というですね、 こういうお話が非常に多いんですけれども船をこぎ出していくとですね辺りがだんだん雲行きが怪しくなってきて「尺をくれ」「尺をくれ」というですね幽霊船が現れてくるというそういうお話が伝わっているんですね水難事故ですね これで、まあ、亡くなったそういう例がですね、自分の子を仲間にしようとでも言いましょうか、引き込むというわけなんですね。まあ、それを防ぐためにはですね、まあ、あの、おにぎりですかね、えー、こういったものをですね、えー、海にこう投げ入れたりとかですね、 そこの抜けたひしを用意するとです、ね、いいというふうに言われています。あのゃくは水を汲むものですから、それをどん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 船の中に入れられて沈没させられちゃいます。でもそこの抜けたひしだったら、どんなにです、ね、これあの水を汲み入れてもお沈没させられるということはありませんので、まあ、こんなふうなことを言うんですね。またです、ね、海坊主として出てくるというです、ね、こういう伝承もあります。 まあ、このようにしてですね、えー、怖い話がいくつかありまして、またはですね、えー、これは高知県の例でございますけれども、どうもこの船の行方がですね、わからなくなってしまう、狂ってしまうんだっていうですね、まあ、こういう伝承もあるわけでございます。広く 江戸時代におきましてはです、ね、でいろいろなですね、絵を描かれておりまして、やはり、ひしゃを貸すと船に水を汲みられるから、えーまあ、このね、しゃくのですね,、えーのですねえー、底を抜いているものを渡すとか、ですね、お椀の底をですね、抜いて備えておくとか、ですね、まあ、こういうような、えー、伝承も持ち合わせているようでございまして、紹介をされております。 のっぺらぼうといいますと、まあ、一見、こう、普通の人なんですけれども、目や口、鼻といったですね、ものはなく、まあ、あ顔だけですね、むしろこう、つるんとしたんですね、そういう顔の妖怪ということになってくるかと思います。キツネやタヌキが化けたというようなお話として、 紹介されることも多くあると思いますけれどもある商売をやっているですね人がですね帰り遅くなりまして夜道を急いでおりますとどうもしゃがみ込んで泣いている若い女の人がいます声をかけましてどうしたんだいさあこの声をかけましたらですね ふっと振り向いた女の人の顔には目も鼻も口もないということでのっぺらぼうだったってんでギャーってなことで無我夢中でこう逃げ出したなんていうですねまあこういうお話がございまして慌てて入ったですねそば屋さんでございますよまあ今でいうとこのこの屋台のラーメン屋とでも申しましょうか その蕎麦屋にですね、いや、驚いたよ、さっきね、まさかこの、ノ、えっ、ー、ペラボうがいるとは思わなかったよ、ってんで、えー、まあ、そんな話をいたしますと、その女ってのは、こんな顔ですかいなんてんで、まあ、その蕎麦屋もですね、ノっぺらぼうだったってんで、まあ、目を回しちゃったなんていう、そういう話があったりなんかいたしますけれども。これだけでしたら、ただのですね、 え怖い,い話があ、まあ、妖怪の話があるよというだけで終わってしまうんでございますけれども、千葉県の木更津市でございます、ちょうどです、ね、アクアラインが通っているかと思いますけれども、そのです、ね、橋のこう入り口に当たります、金田という地域でございますけれども。 まあえー、民族調査がですね、えー、行われたわけでございまして、私もまだ学生の時代のことでございますけれども、その時ですね、聞いたお話といたしまして、お盆の頃になりますと、ノッペラぼが出るというんですね。でどうもこのノペラらというのはですね、まああ、海で亡くなったですね、そういう、まあ、例が。 あのオペラ帽になるなんてのことを言うんでございますけれども。ここから先でございます。まあ信じるか信じないかはまあ二の次でございますけれどもね。私一応ちょっと体験をしておりまして。まあそれも夕方なんでございます。まだまだ日は明るいです。まあ、あちょうど夏でございますよ。5時ごろでしたらまだまだ明るいですよね。えー ちょうどお話を聞き終わりまして、まあ、バス停の方へと、まあ、バス停まで、えー、15分あろうかと思いますけれどもね、歩いていきまして、ちょっと道が心細かったもんでございます。誰かに聞こうと思いました。まあ、そんなにあの、なんか何もないようなところではございません。漁、え、師、ー、町、まあ、小さな漁師町をですねこう、ただ歩いておりまして、まあ、家もそこそこあるんでございますけれども、 まあ、仕事に出てるのか、周り見かけますと、人がありません。よく見ましたら、ですねちょうど向かかい側の方からですね向こうの方からですね少しこう背の高いですねおじいさんでしょうかね、えー、がこ,うこっちへ向かってくるんで、あそうだ、あのおじいさんにちょっと聞こうと思いましてね、ちょうど近づきまして、すいません、バス停はこちらで、あっちの方でよろしゅうございますかねとこう聞いたわけでございますよ。 そうしましたらね、まあ私よりもはるかにこう背が高いんですよ。こう見下ろされてるんでございますけれどもね、どうも顔のですね、輪郭はわかるんでございますけど、目や鼻や口というのがどうもなんかこう見えないんですよ。まあもしかしたらこうちょっと影になっちゃってるのかもしれませんけれどもね、こうニヤッと笑われてるような、そういう感じは感じてるんでございますが、しかしですね、 何、えー、と申しましょう。何にも答えてくれないんですね。なんかこう、にゃーっと笑ってる感じなんでございます。で、もう一度聞きました。あの、すいません、バス停はあちらで、えー、よろしゅうございますかね。あっちの方角でよろしいですかね。何にも答えてくれないんです。見下ろしたまま、なんとなくこう、にやっとしてるような感じはするんでございますが、どうもその、目や鼻や口というのを感じませんでね。 まあ怖いというよりもですね、うん、どうしたらいいだろうっていう感じでございました。まあ、何度も聞いてもこれもう、拉致が飽きませんのでね、えー、じゃあ、どうも失礼しますってなことで、えー、まあ、別れたわけでございますけれどもね。でもなんかやっぱ気になるじゃありませんか。まあ、あのー、数秒経った後でございますけど、後ろを振り向きましたらですね、もういないんでございますよ。 えー、これ夕方の話でございますよ、まあ、たまたまです、ねえー、私がです、ねえー、少し勘違いしている部分もあるかもしれませんけれども、まあ、こういうふうにです、ねえー、海の近くにおきましてです、ね、お盆には、まあ、こういうです、ね、妖怪が出ますよというです、ね、お話を聞いた後だったもんでございますから、えー、妙にこうリアルに感じたわけでございます。 本の一部ではございますけれども、伝承の側面から少しお話をさせていただきました。今回もご清聴ありがとうございました。